こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。購入者から質問とかね、要望があることがあります。その時は、必ず私に相談してください。こういう内容来ましたという画面キャプチャー、あるいは文章のコピペをね、チャットワークの方にしてください。常識で判断してやり取りすると、アカウント削除の危険性があります。どういうことかというのはね、このまた別な動画で説明してるんで、見ておいてください。そして、連絡したけどね、私に相談したけど、すぐに返事が返ってこないという場合は、一旦返信不要の手続きをしておいてください。この問い合わせが来た画面で、このバイヤーズメッセージとね、セラーセントラルのバイヤーズメッセージにこの、クリックするとこれ出てきますんで、そこでこの、ノーレスポンスニーディッドをクリックして、置いてください。これやんないとね、24時間以上経っちゃうと、返事が遅れてるという形で、アカウントのカート取得に悪影響があるんでね。で、これ、たびたび重なると、もしかしたらね、結構重大な、ミスというふうに見られるかもしれないんで、ノーレスポンスニーディと返事不要という形にしておいてください。で、返事不要としてからね、後から返事する分には全然遅れにはならないんで、この形で。分かってたのにね、この24時間以上経っちゃったというのが、積み重なっちゃってもったいないんで、必ず私に相談して、すぐに返事来ないなという時にはね、この返信不要の手続きをしといてください。またこの返信不要の手続き等ね、分かんない場合はそれもナビしますんで、お気軽にご質問ください。購入者からの返事は24時間以内。で、私に相談してすぐに返事が来ない場合は、この返信不要の手続きをしとくと。そして、急いでからといってね、以前すればこれ同じ質問があったなとかいうことでね、その質問をそのまま返すというのは危険です。同じ返事だとまずいという形になっていることもありますしね、現に今、こういうふうに返事しましょうと言ってね、アドバイスしている内容は、2年前、3年前とは全く違います。ね、全然違う形になってます。それはね、サポートしてきて、これ、やり方変えないといい、まずいね、ということで変えてますんでね、どっかの節目でそういうのが変わりますんで、ね、で、そういうやり方変えないとまずいというのがね、このサポートを受けてて、みんなのね、相談を受けて事例によって、修正できると、素早く修正できるというのがね、私のサポートの、一番のメリットなんで、ぜひそのメリットを生かすためにもね、事前に確認してから返事してください。そして、確認してすぐ返事来ない場合は、返信不要の手続きをしておいてください。また、ご質問、ご報告、確認お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。